皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。29日全日本大学女子駅伝、更新ゴムアスリートパーク仙台発着の6区間380キロ、3区58キロを走った大阪芸術大の菅崎南花、2年、愛知、光が丘女子、が中継点の手前で意識朦朧となり、 何度も転倒しながらタスキを繋ぐハプニングがあった。中瀬洋一監督は正直止めて欲しかった。倒れて頭を打ったりしたら危ない。主催者側に緊急連絡先も伝えていたので、連絡して欲しかった、と心情をとろした。3キロ地点で指示を出していたため、事態を把握したのはタスキリレーの直前だった。 レース中も指示に対して返事がなく、緊張してポワーッとしているのかもしれない、と感じていた。中瀬監督が聞いたところによると、脱水症状を起こしたとみられ、ゴール時には意識がなかったが、救急車内での救護を経て意識を取り戻した。レース後は自力で歩ける状態に回復したという。付き添い者からも状況を聞き取り、 水分補給が十分でなかった可能性があると分析している。緊張で喉が渇くと思うが、本人は気づいていないこともある。チームとしても今回のことを共有して、次につなげたい、と話した。神崎は残り200、300メートルの地点でペースダウン。足を押さえるように歩き始め、何度も転倒。一時は仰向けになり、 審判員も心配そうに覗き込む事態となった。それでも起き上がり、23位で中継点に倒れ込んだ。この状況に涙を浮かべた四区の鈴木アンナ、4年、がタスキを外して走り始め、菅崎は抱えられて搬送された。最終的にチームは14位でゴールした。読まれています。どう思いますか コメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。